い、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。今回は信長の野望乱世紀の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、まあ、本願寺を摂津からいよいよ追い落として、一方朝倉が近江に侵攻してきたのを撃退というところで順調に推移しています。で、少し所領が増えてきたので軍団をね、3つに分けました。どんな形かというと、第一軍団が青色、赤色で信長直轄です。で、第二軍団は丹羽長秀、ここはまあどちらかというとお金だったり兵糧だったりっていう供給源になってもらおうかなと思っています。で、第三軍団黄色、ここがですね、今柴田勝家に任せていて、一式単語の一式を攻略してもらおうかなというふうに思って指示を出しています。で、信長はというとですね、自ら朝倉討伐に向けて出陣をしていきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。この後は朝倉を攻めて、勝家には一式を攻めてもらい、朝倉を抜いた後は能登へ進行していきたいなというふうに思っています。お、また成政が忍びを発見したな。成政の忍び発見率むちゃくちゃ高いんですね。しかも最近負けなくなってるしね。昔はしょっちゅうこう敗れて怪我をしてたんですけど。さあ、信長ではなく勝家が一式に攻め込んでますね。ただちょっと一式はまだ取れる見込みが少し薄いのかなという印象があるので、勝家に関しては一旦防衛に専念してもらって、その間に勢力の再編をしてもらいましょうか。で、久しぶりにイベントだな。安土城ですね。前もちょっと話したと思うんですけど、安土城の縄張りって誰でしたっけ？総武行が丹羽長秀でしたよね、確か。イベントが続いてますけど、どうだったかな。ちょっとまた調べればすぐにわかるんですけどね。前はフロイスから時計をもらって返してましたよね。使い方がわからないみたいなこと言って。山城にある京都の商人が当家に敵対するように働きかけているってね、ちょっと見過ごせない動きだよな。そうしたらですね、まず軍団の指示ですね、勝家の軍団を一旦開発に方針を変更しておきましょう。で、諸勢力への働きかけなんですが、いやー本当に厄介なことしてくれるな。堺だな。資金が全くなくなってるな。資金不足がかなり厳しいけど、いや結構こうお金がきつくなってきてるよな。まあ兵糧もなんですけどね。
そうするとですね、続いては、各軍団からちょっと信長のもとに米なり何なり輸送させたいなと思ったけど、いやー、これ見るとどうだ？まあ、信長が全然金がないのは一目瞭然なんですけど、各国ともに兵糧を持ってないね。まあ、とはいえ金をばらまいてでも仲良くしておかないとひどい目に遭わされちゃうんで、そこだけはちょっと我慢のしどころかなというところですかね。まあせめて疎遠ぐらいにはしておきたいんですよね。対立はもってのほかなので、疎遠までにはしておきたいんですが、いやー、敵までにされてるとちょっと辛いよな。本当にこの外交こそね、ある程度委任したいですよね。毎回毎回同じことをやってますけど。外交の委任の機能なんてないよね。ないね。さて、そしたら早速米不足に陥ってきてるので、思い切って出陣していきましょうか。兵士数も信長がまだ400までしか回復してないか、もうちょっと待った方がいいかな。もうちょっと待ちましょう。で、合わせて合戦の編成ですね。信長軍。信長。どうしようかな。鉄砲隊に変えてもいいんだけど、鉄砲が不足しててどうにもならないって言われちゃうんで、ここはやっぱりこのままにするしかないか。ちょっと軍勢の数が整わないですね。合戦がずっと続いた分。お、島津がいつの間にかまたちょっと押されてるな。京都の商人か。京都の商人、さらに甲賀も敵対するように諸国に働きかけてると。伊賀流も、いやー、なかなか面倒くさいことしてくれるな。こうなると周りが敵だらけになっちゃうんですよね。いや、忍者にも何、金をばらまけて。まあ確かに伊賀とも甲賀とも対立関係にはなってるよね。働きかけてる働き元の主だよね、問題は。
その主を見つけ出して締め出さないとダメだな。いや、兵糧がいよいよないな。今攻め込まれるとちょっとまずいことになりそうなんで、ちょっとお金がある今のうちに兵糧を買っておきましょう。で、今度こそ出陣してこう、無理にでも。他の大名に共同軍でさ、これ丹波の一色が兵を出してくれる可能性って1ミリでもあるんだろうが、ない気がするんだけど。そうだよね。いや、そうは思ったよ。さあ、長宗我部を抱き込んでいる今、この一色、朝倉、あと、能登の本願寺を叩いたら、中国地方の計略に取り掛かりたいので、まずはこの朝倉戦ですね。朝倉討伐戦、しっかりと決着していきましょう。中立には水軍と自社勢力が入ってるな。まずはどこの城を取るかですけど、まあ、まずは前哨戦で敵の武将を確実に討ち取っておきましょう。まあ、この一戦で全てを決着させたいですからね。さあ、ここはこっちも気合を打とう、一旦で。で、信長はここでやられるとまずいので、信長だけは城に戻します。士気は問題がないので、そしたら城を取りましょうか。一つ野地勢山だけでも取れれば今後の戦いが圧倒的に有利になると思うので、大将は退却済みですね。
ここからはじゃあ城を取れるだけ取っていきます。気合を一発使っちゃいましょう。さあ、そしたら続いて一条谷に向けて出陣していきましょう。よし、勝ち馬に乗ってきたな、自社勢力も。となれば味方が圧倒的に有利になるので、このターンというか、まあ、今回でって言った方がいいのかな、なんとかね、その完全勝利を目指していきたいですね。もう敵はね、完全に城からは撤退しているはずなので、あとは気合の打つタイミングですかね。なんとか、まあ、この一乗谷を取ってしまえば、あとは朝倉討伐は時間の問題かなというところですので、ちょっと隊を二手に分けましょう。ここは城門のない小城なので、ここをね、平行で攻めちゃいましょう。お、一条城だ言えてないですね。一条谷も取ったね。これこのままこのターン、今回の合戦で朝倉を一気に滅ぼせるんじゃないか。朝倉を亡き者にできれば、この後は能登攻めが見えてきますね。さあ、あとは時間との勝負。よし、これで取りましたね。越前若狭山崎、まあどうでもいい武将に関してはそのまま逃がしましょう。お、長政だな。長政か、殺すには惜しいけど死んでもらいましょう。さあ、続いてそうなると次の標的は一式になるな。
一式の討伐戦をやっていく必要があるかな。摂津はしばらくの間落ち着かなそうだな。さて、兵糧不足か、どうしようかな。各軍団ともにそれなりに米が入ってきているんじゃないかなと思うんですが、そうだよね、信長軍だって兵糧3万人まで増えてるよね。勝家がちょっと兵糧が足りないのか。まあ正直丹羽長秀軍はもう兵糧を使うような場面はないので、丹羽長秀君から移送させましょうというのが一つと、あとは奉行を使っておきましょう。次の標的は先ほどからお話しているように越前と能登、この2つになりますね。いやでもな、一式の単語に関して言うとどうなんでしょうね。時間がかかりそうな気がしてならないけど、一式に値段を定めておきますか。四国に関しては長宗我部が今治めているので、まあいいとしてだ。はい、では今回ね、朝倉討伐無事に完了しましたので、次回はですね、この続きとして一式、あとは能登、本願寺の攻略を行っていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。